春本番。とはいえまだ肌寒さは残る朝。ねえ、いけるよ。ねえ。ご飯食べて準備して7時には出なかんで起きるぞ。はい。起きよ。サコダ全くん、7歳。ああ、隠れちゃった。まだ眠いよね。おはよう。ね、こう、はい。この日はお父ちゃんの家に久しぶりのお泊まり。普段は別々に暮らしています。分かった、これ持っていけって言われたね。これとこれでいつも動かしてくれるのかな。もう離れ離れのわけはお父ちゃんの仕事。今コロナの人遊んでるんでしょ。正解。お父ちゃんが新型コロナの感染者を搬送するようになって1年4ヶ月。コロナの搬送やらせてくれてありがとう。ちょっとやらさせてもらった。ごめんな、ちょっとお前には受け止めきれんかったかもしれんな。感染者数が下げ止まっているこの春、仕事はどうなるのか。コロナの時代を支える人とその家族の物語です。迫田瑠衣さん、44歳。善くんと妹ののんちゃん、そして妻のうららさんとの4人家族です。職業は寝たきりなどで介助が必要な人の移動に使われる介護タクシーのドライバー。しかし耳につけたイヤホンに今かかってくる電話は緑区。でもまああと車椅子だもんね。陽性者で車椅子で病院に入院の人。新型コロナ感染者の搬送依頼。名古屋市から迫田さんが所属する介護タクシーの団体が委託を受けています。この日乗せることとなったのは80代の男性。慣れた手つきで車椅子を操作すると、送り出す家族に一礼。運転席に乗り込む前に感染者に触れた可能性があるものは全て処分します。やっぱり軽症が多いのかなっていう感じですけどね。もう本当に一番初めの頃は得体も知れないものだったし、やっぱり酸素が下がってるとかそういう人はすごく前は多かった。あとストレッチャーも多かった。やりがい感じる場面っていうとどういう時ですか。まあありがとねって言ってくれる時ですかね。やっぱりその時に必要とされてるなっていう風にちょっと思えるのでね。もともとの介護タクシーとしての顧客は別の業者に引き継ぎ、今は感染者の搬送専属です。最初に取材したのは業務を始めたばかりの去年1月のことでした。ルイちゃん、名古屋からコロナの搬送の依頼入ってきたけどやるかみたいな感じで、やろう。救急車でそのコロナの搬送をいっぱいしちゃってるから本当に必要な人が行けない、だから僕たちが用意されたと思ってるんですけど。25歳の時事故に遭い、周りの助けのありがたさを知ったという迫田さん。今度は誰かの助けになりたい。しかしその決断ゆえに家族は離れ離れになることとなりました。ちょっとマスク取るぞ。のんちゃん、パッやって。パッおお、できた。
まあ、やるなら家を出ることが条件って、まあ、嫁さんに言われて、移さないのが一番の理由ですけど、息子がパパコロナの搬送やっとるもんで、もうこいつバイキンだでなったりすると、もうかわいそうだから。子供のことを考えての判断。その後保健所からは、感染対策を徹底しているので自宅から通勤しても問題ないと言われましたが、別々での暮らしを続けてきました。父ちゃんの顔を忘れたらかんぞ。父ちゃんの顔を忘れたらかんぞ。父ちゃんコロナにかからないでね。仕事頑張ってね。ゼン君とのんちゃんからはけなげなメッセージ。しかし、うらら、ゼン、のんちゃん、父ちゃん、みーちゃん、みんな協力してコロナの搬送やらせてくれてありがとう。ね、ちょっとコロナ病床で命の危険を感じ、家族に向けて急遽残したビデオメッセージ。ちょっと危ないところまで来てしまいました。重症です。ちょっと肺の状態は戻らんみたいだから、今日も3時ぐらいから送還します。多分戻ってこれると思うけど、バスじゃないから。そうです。どめっちゃ具合いいけどな。ちょっと早く来てる、楽しいよ。どうぞ頑張るで。おしゃれ。みんなどうなるな。生きてあげましょう。バイバイ。妻、うららさん。子供たちにはお父ちゃんの感染を知らせませんでした。でもジェンはすごい心配性というか不安になるからと思って、状況を悟られないようとにかく楽しい時間を心がけたといいます。病院からその症状の連絡があるんですけど、毎日なんかいい報告ができなくてすいませんって病院の先生が言う感じで、心配だけどでも、ね、子供たちの子でやることやらなきゃいけないし、私も善が知ってると思うと泣けてくるけど、知らないと思うから泣いちゃダメと思って切り替え、その後なんとか症状が落ち着き1ヶ月で退院。うららさんは善くんの様子に違和感を覚えるようになりました。善が言う一言一言とかで気づいてるんだろうなっていうような言葉があって、私たちがそうやってごまかし続けてると本人逆に苦しいのかなと思って、夫婦で相談し、善くんに感染したことを伝えると決めたのは退院の3日後。善、善にはちょっと心配かけたくなくて、なんか変なふうになったら善もいじめられるというかんから、ちょっと内緒にしとったんだけど、父ちゃんコロナにかかっちゃったんだ。なんで？これ。なんで？あ、コロナにかかった俺心臓になっとったんだわ。終わった。うん。でも助かったの。なんで？あ、なんか知っとった。知らんかった。知らんかった。知らんかったんだ。コロナになっちゃったんだわ。所属したりしてほしい。口を固く結んだ善くん。マスクはしっかりしようね。その晩あのビデオメッセージを見せると、ちょっと早く来てる、楽しいよ。ちょっとのんちゃん変だと思ったで、俺のんちゃん頑張るで。おしゃれ、みんなどうなるか、生きてあげましょう。バイバイ。ということで、生きてあげましょう。バイバイ。よかったよかった。
ごめんな。ちょっとお前には受け止めきれんかったかもしれんな。感染ルートは特定されていませんが、万全の対策をしていたはずの搬送業務の中で移った可能性も否定できません。命を懸けてコロナの現場に出る人たちと、それを送り出している家族。感染後、休養期間などを挟み復帰した迫田さん。先月、ある会議に参加していました。今まで通りコロナ案で専属で、要は 1日貸し切りでお願いしますっていうふうに入札してほしいと思います。所属する介護タクシー団体の会議、新年度分の入札が近づいていたこの日、議題となったのはコロナ専属を続けるかです。感染リスクと風評被害への対策として、感染者を運ぶ人と車は専属とし、もともとの顧客は断ることにしてきたこの団体。コロナの正体が分かってきた今、十分な消毒などをした後なら、同じ車両で一般の利用者も運べるのではないか。そうすれば入札でも有利な金額が示せるのではというのですが、一般であれば乗るのは利用者さんじゃないですか。だから僕らが良くても利用者さんがやっぱり遠慮したいといえば、なかなか難しいと思うんですよ。アクトに親は全部もうまぜこぜ搬送やっとるかっていうふうに判断されるかもしれないということで、今みんなビクってなってるわけなんで。気になるのは一般利用者からの視線。民間であるがゆえの難しさがありました。よそで感染しても、タクシー乗ったから感染したというふうに必ず言ってくる人がいると思う。そうすると余計まあ不利になってきますよね、その業界的には。結局専属の体制は維持する方向で、落札を目指すこととなりました。結果が出る朝、迫田さんは泊まりに来た善くんを我が家へと送っていきます。いってらっしゃい。今日は木曜日です。はい、ありがとうございました。めっちゃ眩しいです。よし、父ちゃん今日ね、また入札って言ってね、4月から決まるか、大事な日なの。応援してくれるかな。ね、ロシア政府さんの中、結果は無事落札。4月から1年分の契約です。短い方がいいですよ。まあ正直下の子はどこにも行ったことないので、さすがにこの1年の途中には終わってくれんと困りますよね。ただまた知らん名前の次の株が来るかもしれんし、それでもやる気なんで、一応コロナが収束するまではやろうと思ってます。はい、もしもし。もしもし、お疲れ。一応入札は取ることができました。よかったね。ありがとう。生かしてくれるかな。いい。ありがとう。また連絡します。さすがにちょっと怖いなってなっただろうなって思ってたんですけど、もう治ったらやりたいっていう感じだったので、とにかくそこは気をつけて無理しないようにっていう話はしました。お父さんどんな人？強い。強い？うん。諦めない。諦めない。今お父ちゃんに伝えたい気持ち。コロナにかからないでの気持ち。